こんにちは、名古屋か仏教の時間です。少しでも仏教を身近に感じてもらいたいと講座をしております平井和久です。よろしくお願いします。では平井さん、今日のお話をお願いします。はい、今回のテーマは権化です。ほう、まああんまり日常使いはしないけど聞いたことない言葉ではないですね。はい、はい、まあ、あの権化とか、まあ、仏教の権化とも呼んだり、またあの権現とも言われたりするんですが、はい、まあ今日使う言葉としてあんまり印象は良くないかなと思いますね。例えば、あの悪の権化、そうそうそう、で使われることがまあ多いかな、一番多いかなっていうイメージですね、はい、悪の権化とか美の権化とか、はい、その悪とか美とかそういう形のないものをこう形化したみたいな、そんなイメージですね、はい、そうですね、なんかそれを体現したかのような、そうそうそう、そんな感じ、はい、イメージで使われると思うんですけど、まあ印象としては悪の権化という使われ方が多いので、一番多いですね、まああんまりいい感じがしないかもしれませんが、そうですね、はい、確かに、はい、まあ、なんですけど、これもともと仏教から来ている言葉でして、で仏教ではそんなあの悪い意味は全くございませんので、で、まあ、権化のあの権の字っていうのはこれ仮っていう字ですね、仮、はいはい、まあ、本来は違うんだけど、まあ、仮に一時的にっていうのがあの権という字ですね、はい、で権化の下は化けるっていう字ですので、まあ、これもあの本来は違うんだけども、まあ、一時的にこういう姿に化けている、はい、表していると、まあ、こういうのはあの権化と言います。まあ、例えばあの時代劇ですとか、あの映画とか物語なんかで、なんかその遊び人みたいな格好してフラフラしてるんだけど、それはあの世を忍ぶ仮の姿で、本当はあのすごい人みたいな、遠山の金さんとかもそうですよね。そうですね、あと水戸黄門とかもそうですよね、はい、まあ、そういうのありますけど、はいはい、この権化っていうのは、まあ、本来その仏様や菩薩、本来の姿はあの仏様や菩薩なんですけども、まあ、仮にいろんな姿で現れられるというのが、これがあの権化なんです。じゃあ権化の本来の姿はすごくいいってことですね。あ、そうですね、その仏様とか菩薩ですので、ですもんね、はいはい、その仏様がその人の姿で現れられたりとか、まあ、動物の姿であったりとか、またそのさらにですね、あの神となって現れるということもあったりしまして、まあ、いろんなお姿で現れると言われております。で、まあ、ちょっとあの昔話になりますけども、あの昔はですね、日本にあの2種類の神がありました。実社の神と言われるものと権社の神と言われる、まあ、2種類の神が昔は日本にあったんですね。で、今はもう実社の神しか存在してないんですけども、これ実社の神と言いますのは、これはあの死んだ人間とか動物をあの神として祀っているのが実社の神です。まあ、例えばその太宰府でしたら、あの菅原道真っていう人を神として、ね、まあ、死んだ人を神として祀っていたり、はいはい、また稲荷神社とかって狐、ね、ですね、はいはい、その死んだ狐を神として祀っていたり、まあ、日本の神のほ神のほとんどはその死んだ人間やそういう動物を神として祀っているんですね。はい、まあ、こういうのは実社の神というふうに言われます。うん、で一方権社の神といいますのは、仏教の教えで先ほど言いましたように、この仏様があの仮にですね、仮にその神の姿となって現れられると、はい、まあ、こういう教えが仏教にあるんですね。でもちろん仏教で本来言われるその仏様が神の姿で現れられるというその神は あくまで仏教でいう神なんですけど、仏教でいう神なんですけど、日本の有名な神も、まあ、実はその仏様が神の姿で現れたものなんだと、まあ、こういうふうにあの、まあ、誤解してしまったといいますか、その、ま、間違えたといいますか、まあ、都合上そういうふうに言い始めたということがありまして、はい、まあ、そういう神は権社の神というふうに言って祀っていた、そういう神社が昔々存在しておりました。はいはい、まあ、ですがあのもちろん言いますと、あの本来仏教の教えでいうあの権化っていうのは、仏様や菩薩があの仏教でいうとこの神として現れられるものなので、日本の
その死んだ人間やあの動物を神として祀っている、そういう神とは全然違うんですよね。違いますね。だからそこは、はい、そう違うんですよ本来と、はいはい、違うんですけど、あの、まあ、誤解したというか、あの、まあ、その方が都合が良かったと言いますか、はいはいはい、まあ、いうことにしてですね、あのできたのが、まあ、ゴン社の神という、まあ、こういうものが昔あったんです。はい、はい、まあ、仮に現れた権現という、その仮に仏様が神として仮に現れられたというので、うん、権現という、まあ、そういう神があったんですね、うん、昔、まあ、ところがあの日本が明治時代に入りますと、神仏分離令というものが、そういう法令が出されまして、もう神と仏はもう分けましょうということが制度上そうなりましたので、その時からですね、こう日本にはあの権社の神というのは存在しなくなりましたので、まあ、今日はもうないんですけど。確かに、いや、この神社あのブッダ祀ってますって聞いたことないですもんね、はい、でもそういうのがあったってことなんですね、はい、昔はあったんですね。昔は、はい、実はこの神はあの本来の姿はその仏様なんですよっていう、まあ、こういう神があったんです昔。へえ、初めて聞きました、はい、まあ、今存在しないですよね、今存在しない話ですもんね、はい、うーん、まあ、そういうことであの、まあ、仏様へ、まあ、話元に戻しますと、うん、この権化とか権現と言われるのは仏様や菩薩が人とか動物とか神とか、まあ、いろんな姿で仮の姿で現れられるというものなんですが、うん、そう、何のためにこう仮の姿でそう現れられるのかと言いますと、うん、こう苦しみ悩んでいる私たちをこう救うために現れられるんですね、仮の姿で。やっぱりこの私たちっていうのはどうしてもその仏や菩薩って言いますとちょっとこうまばゆすぎるっていうかですね、そうですね、ちょっと近寄りにくいという、まあ、こういうこともありまして、はいはい、でもその私たち縁がないと、まあ、以前やりましたけど縁のない人はこう仏様というのも救うことできませんので、うん、まあ、それで少しでも私たちと、まあ、ささやかでも縁を持ってですね、それでまあ人の姿だったりとか動物の姿だったりとか、まあ、親しみ、もうちょっと親しみやすい神の姿だったりとか、うん、まあ、いろんな姿で現れて私たちをこう接点を、うん、縁を持ってこの仏教へと仏の教へと導くために、人々をこう救うために仮の姿で現れられるんだと、これがあの仏教でいうとこの、まあ、権化という意味なんですね。ほー、縁がないと助けられないからっていうために、その縁だとしてもそのままの姿だとやっぱ私たちちょっとこうなってしまうところがあるから、はいってなれるようにその権化としてっていうことなんですか。そうですね、やっぱそのいきなり天下の副将軍がいきなり下町に来られてもですねちょっとへへーみたいな感じにやっぱりなってしまうかもしれませんからね。時代劇でよく見ますもんね、はい、やっぱり確かに、うん、仮の姿といいますか仮染めの姿で、やっぱこうちょっとこう市井の人たちとこの縁を持ってみたいな、うん、悩みを聞いて解決していくみたいな、うん、まあ、こういう話もともと日本人多分そういうのが好きなんですよこうすごい親しみも取ったら実はうおーすごい人だったみたいなの結構ね、本当にあの時代劇ってそういうの多いし、あの今でいうヒーローものも、うん、ヒーローって普段普通の格好してるじゃないですか。そうですね、はい、でいざっていう時にその本当の姿になったりとかするのがすごい好きかなとか思うので、あのやっぱその伝わりやすいというか親しみやすいというか聞きやすくなりますよね。ああそうですね、はい、ですので権化というのは本来はその悪いイメージは全くなくって、仏様や菩薩が私たちの縁を持って少しでも我々をこう救うために近づいてきてくださっている、まあ、そういう姿ということですね。ありがたいお姿ってことですね。あ、そうですね、はい、はい、わかりました。権化そんなことないです、はい、今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。